どうも、小杖です。今日はハワイアンジュエリーをモチーフにしたデザインを作っていきます。地爪にはベースコートを塗ってから作業します。ではスタート。練習で親指を作ってみました。同じアートを中指にしていきます。中指と薬指にダイソーのピンクベージュを2回塗ります。わお、これ塗りにくい。2回塗りました。ダイソーのマットコートを塗ります。で失敗。薬指にもマットコートを塗ってしまいました。薬指には後でスタンプを押すのでツルツルテカテカの方が良かったのです。でも撮影時に私は気づいておらず、ご丁寧にエタノールで拭いたりしてます。中指にアートします。セリアのノンワイプトップコート、ジェルは少なめに取ります。斜めに塗ります。幅が細くなったり太くなったりしないように気をつけます。薄めに塗っています。私絶賛ボーンプリティのミラーパウダーをこすりつけます。優しくこすってもなかなかパウダーがつかないので、スパルタ方式、結構力入れてこすってます。端からペロッとめくれてこないようにキワキワのミラーパウダーをエタノールで拭き取っています。ミラーパウダーが混入しないように別容器に取ったノンワイプトップコートを塗っています。セリアのアイシングジェルで花びらを描いていきます。5枚描いています。見えづらいかな。もう1個こっちにも描こっかな。でも丸々1個の花は描けないですね。こっちにもちょっと花びらをちらっ、一旦仮硬化します。セリアのアイシングジェルをパレットに取っています。パレットの上でブラシを調節するのが私には向いてました。花びらの片側だけにちょっと厚みを持たせています。こんな風なプルメリア感が出るかな。こまめに仮硬化します。やり残した両方のお花の花びらにも持っていきます。お花は完成したんですけど、ちょっと余白があるのでわけのわからない模様を描いていきます。なんか勾玉みたいなやつ。どこに何を入れよっかな。この辺、この辺、えいや、なんか雰囲気で入れてます。今度はドットペンで丸ポチを入れていきます。ポチポチポチ。もはやお花も含め何の模様だかよくわからないんですけど、手が込んでるようには見えるかな。ここでアートをやめるか、もうちょっと手を加えるか今悩んでいます。
どうしようかな。皆さんはこのままでいいと思いますか？もうちょっとアートを加えることにしました。下側と上側にアイシングジェルを盛ることにしました。エタノールで飛び散ったパウダーを拭き取って終わりです。何の模様だかよくわからない感は否めませんが、結構気に入っちゃったかも。薬指にスタンプするんですけど、間違ってマットを塗ってしまったのでベース&トップを塗ります。はい、テカテカ。テカテカの表面の方がスタンプした時にマニキュアがよく乗ります。キャンドゥのプレートに100均で買ったポリッシュを乗せます。セリアのスタンパーをダイソーのスタンプ台に乗せています。おお、なんかスペイン語に見えるな、知らんけど。本当はマットコートを塗りたいけど、マットコートはマニキュアを溶かす恐れがあるので、先にベース&トップで保護します。はい、安心。マットコートを塗ります。セリアのアイシングジェル。根元の方にザクッと模様を描きます。私出来合いのボーンプリティのミラーパウダーをこすっていきます。アイシングジェルでコーティング。あ、なんか粉っぽい。ちょっと払って、はい、コーティング。二度付け禁止。こういう細いとこ塗るときに1回目にアイシングジェル塗った私を恨むよね。細すぎるんだよって。エタノールで飛び散ったパウダーを取ります。はい、これで完成。人差し指と小指。ダイソーのソフトピンクを2回塗ります。ダイソーのマットコート塗ります。小指はこれで完成。バイバイキン。人差し指は根元の方にまたバビャーっと線を引きます。またしても無計画な細い線を描いている私。わー、細。ミラーパウダーこすりつけます。二度付け禁止のアイシングジェル。今ピャーってアイシングジェルのコンテナを押したよね。ガサツだわ私。あ、ちょっと取ります。エタノールで掃除。完成です。指に乗せてみました。たとえハワイアンジュエリーに見えなかったにしても、薬指のアロハで察してほしい、そんなデザインです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。